プロレスブームが巻き起こっていたこの時期、力道山の所属する日本プロレス協会のほかにいくつかのプロレス団体が旗揚げされた。力道山とタッグを組み、シャープ兄弟と戦ったあの木村正彦は地元の熊本で国際プロレス団を設立。柔道界出身のレスラーを集め、その代表となった木村は力道山への対抗意識を強くしていった。さらに大阪では木村と並び両雄と称えられた柔道界のエリート山口敏夫が全日本プロレス協会を旗揚げした。日本プロレス界は早くも3団体が覇権を争う戦国時代となったのである。そんな中、力道山は周囲の喧騒をよそに黙々とトレーニングに励んだ。その頃、力道山にある挑戦状が叩きつけられた。シャープ兄弟戦では力道山の引き立て役のようになっていた木村正彦が、力道山のプロレスはジェスチャーの多いショーだ、真剣勝負ならば力道山に負けないと言い放ったのだ。力道山はこれを受け、日本ヘビー級王者決定戦が行われることになった。調印式には多数の報道陣が集まった。昭和29年12月22日、柔道と相撲という異なる国技を基礎とした両者のぶつかり合いを一目見ようと、蔵前国技館には観客が押し寄せ、異様な盛り上がりを見せた。会場に到着した木村は緊張の中にも余裕の笑みを浮かべ、控え室に向かう。対する力道山も自信満々で控え室に入った。試合前、会場内の応接室において、ハロルド・トキレフェリー立ち会いのもと、最終的なルールについての確認がなされた。ここで2人は正々堂々と戦うことを誓い合う。そしていよいよ世紀の決戦が始まった。試合に先立ち、リング上で酒井コミッショナーの選手権試合宣言。2万に近い大観衆の期待と興奮のうちに、まず木村が紫のリングローブで入場いたしました。木村は靴は履かず素足でやります。続いて力道山が派手な兜のバスク式のローブでリングに上がりました。観衆の興奮はようやく絶頂に達せんとしております。レフェリーが両選手の身体検査を綿密に行います。力道山245ポンド、木村212ポンドであります。かくしていよいよ試合開始。両者颯爽とリングの中央に躍り出ました。がっちりと組み合いました。木村まず力道山をロープに圧倒。力道山今度は木村をロープに圧迫します。試合開始直後、五分と五分との対戦でやります。リング上がっちり組み合った両選手、隙を見て木村鮮やかな一本背負い、見事に力道山の巨体をリング上に投げ飛ばしました。何のと闘志を燃やした力道山、今度は腕柄だから鮮やかな投げ、ついで猛然とする木村に対して天挟み、ぐいと相手の頭部を締め付けました。力道山の強引向きの鍵挟み、完全に決まりました。この締め技に木村たちまち苦戦に追い込まれています。がっちり決まった力道山の鍵挟み、
木村足をバタつかせ、さらに逆立ちして数えてこの技から逃れました。依然として攻撃の手を緩めない力道山。今度は腕固めから投げ技、しかしこれは失敗。すぐに足取りに移りました。力道山の寸時も攻撃の手を緩めないタイミングの良さ。依然として木村防戦に追い込まれています。相手の左足を制して気をうかがう力道山。チャンスと見るや腕固めから大きな投げ技、鮮やかに決まりました。かつて力道山の構成はますます熾烈。今度は得意の抱え込み一度追いで相手に移りました。早くも木村のピンチ、果たしてフォールなるか。必死に逃げんとする木村、かろうじてローリングで力道山の構成を避けました。さればと今度は力道山、212ポンドの木村を大きく抱え上げました。左肩へ乗せてゆっくりとロープの外、エプロンへ下ろしました。リングの外に投げ出すことはルールによって禁じられています。この辺り力道山、余裕しゃくしゃくたる演技であります。依然攻勢を続ける力道山、左を制しつつ、とっさにサボ折りの体勢に出ました。力道山のサボ折り、木村の背中に両手をがっちりとクラッチして締め付けます。力士時代、荒技を得意とした力道山の誠に面目躍如たる強引極まる技であります。この万力のような締め技に木村苦しそうであります。力道山、満身の力を込めて締め付けます。木村必死の防戦、両選手成功の限りを尽くす攻防であります。10分経過でございます。スタンドレッサー力道を示すければ木村懸命の防戦、両者力の限りを尽くしています。今度は力道山、木を見てぐいと抱え上げました。逃げ飛ばしました。抑えんとしております。木村懸命に逃れようとしています。力道山離さず、ぐいと腕固めから鮮やかにそれを投げ飛ばしました。しかし木村投げられながら力道山の左を詰めてかかりました。木村力道山の左を逆に決め上げました。木村攻勢であります。今度は木村攻勢、力道も必死に身を転じて逃れようとしています。木村の腕固めはますますがっちりと決まりました。しかし力道山また両腕をがっちりとクラッチして微動だもせず、この辺両選手の攻防は誠に見事であります。ようやく木村の腕固めを振りほどいた力道山、力道得意の抱え投げ、一段鮮やかに決まりました。何をと今度は木村得意の一本背、しかしこれは裏を取られました。かくて両選手にらみ合い、ここで力道山初めて得意の空手打ちの構えを見せました。ピリピリと気をうかがう両選手、気迫あふれてこの辺り、動くこと少ないが精神力の戦いであり、観衆いずれも固唾を飲んでおります。力道山再度空手打ちの構え、ここで見たび力道山空手打ちの構えを見せれば、木村見事な防御の構え、鮮やかでやります。
張しきった両選手の攻防。かつては果てると力道山、今度は木村の首を攻めにかかりました。まず2人でがっつり抱えてチャンスを伺っています。木を見て左から右を振り返りまして、ぐいと木村の首を完全に決めました。首が決まって木村身動きもできず、片膝ついて苦戦でやります。木村の腹が大きく波を打っています。木村苦戦、しかし力道山余裕しゃくしゃく、まだ力を余しています。この件でようやく平成に一末力道山優勢の機運が流れてきたような感じでやります。ようやく首を外した木村、しかし相当に疲れております。この時一瞬木村力道山の下腹部を蹴りましたので、力道山大いに奮撃、画前リング上は先を追いつ、力道山は木村をコーナーに追い詰めて空手の連続死となりました。時でフェリーは両選手を分けて木村に注意を与えました。力道山は再度空手打ちに続く蹴り技で木村に猛攻を加えています。これによりまして木村完全に闘志を失い、体は完全に腕で食っています。力道山は蹴り技の猛攻を加えます。力道は木村をリングの中央に引き出してなおも蹴り技の猛攻、完全に弱った木村。ドキレフェリーは木村の口調を検して試合続行を命じました。力道さればと右から左と体勢を加えましたので、さすがの木村もさっさりと倒れてついに再び立ち得ず、ドキレフェリーはカウントを開始します。ワン、ツー、スリー、フォア、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、ついにアウト。ドクター役員協議の末、口と目の上を切った木村の負傷は試合続行不可能と判定され、ドクターストップ、力道山一方的な勝利となりました。高々と上がる力道山の手、試合は終了しました。リング上で握手を交わす両選手、力道山木村。力道山は社会コミッショナーからチャンピオンベルトを受け、第1回の日本選手権者と決定いたしました。数々の話題を提供し、誰もが注目した日本ヘビー級王者決定戦は力道山の圧倒的な勝利で幕を閉じた。後に力道山は木村が股間を狙って蹴りを入れるというラフファイトに出たため、カッとなって叩きのめしたと語っている。しかし木村は全面的に否定。2人の対立は試合後も続くように見えたが、過去のいきさつは水に流し、和解が成立した。